群後遊 a 図六曲一層の宇宙石文生七年、鳥取県立博物館鳥取県指定文化財、群後伊豆天保七年鳥取県立博物館、鳥取県指定文化財黒田東札木硬貨三年十一月六日は、江戸時代後期の絵師、鳥取藩士。本生は林。名は文章。通称は六之助。字は、宿慶家。号ははじめ稲葉、後に札木。 鳥取藩士、林源三郎の弟として生まれる。文化四年から九年の間に、鳥取神殿藩池田家の家臣、黒田に養子に入る。藩主池田中宮美の近所となり、しばしば江戸へおもむき公務を務めた。幼少の頃からがお好み、繁栄しどかた稲根に写生画法を学んだ。稲根は、病の床で、稲、さつきを枕元に呼び寄せ、我が門流中。 相当の技量あるもののみ、画号に稲地を完成しめよとか、たったとされ、死の信頼が厚かったのを見て取れる。また、キューバ、闘争、水蓮などの武芸にも乗じ、楽観には、キューバ余興の印をしばしば用いた。さらに、陰周身、陰半身と入った作もあり、これらは、自分はあくまで武士であり得は余興に過ぎないという稲、サツキの教授を表している。 当時中宮尾の没後は駅務を知りいて画業に専念した。家には鷹を飼い、池には鯉を放って、その飛翔遊泳を観察して写生した。人物、下記、金獣いずれも巧みであったが、特に鯉の絵に優れ、鯉の稲札木と呼ばれた。校歌3年11月6日死去。60歳。墓は、鳥取資源ただにある。あとは、 老いの黒田藤官が次三水画を得意としたが、稲官は三十三歳で亡くなった。他の弟子に、尾端東刀がおり、稲、さつきの墓前には、稲マスが寄進した水盤石が置かれている。ありがとうございます。